シール。堂島組か。探したぜ。お前もいい加減目障りだって上からのお達しでな。見つけ次第始末しろとさ。くそ。ったくよ。いつまでしぶとく生きてやがんだお前。今どんな気分だ？え？立花にそそのかされて堂島に喧嘩売った挙句はしご外されてよ。あいつも今頃おっちんでるかもな。なあそうだろ？錦山。錦。もうてめえの味方はどこにもいねえ。これでしまいにしようや、キリュウ。キリュウ、立花は今、久瀬の兄貴が拷問してる。もう殻の一粒が堂島組の手に落ちるのは時間の問題だ。それでもまだ、望みはあんのか。立花は今どこだ。俺ら下っ端には知らされてない。もし知ってても教えられねえ。よう面白くなってきたな。よし、俺らが見届け人になってやる。てめえら二人ここでどっちか死ぬまでやり合え。なんだと。お前の手柄にしてやるぞ錦山。兄弟ぶっ殺してのし上がってみろや。極道ってな、どいつもこいつもバカばっかだ。てめえ俺のこと言ってんのか。殻の一壺は直堂島の手に落ちる。となりゃ風間の親さんもしまいだ。俺がそんなのを黙って見てると思うか。相手が誰だろうとな。違うか、キリュウ。お前、自分が何してんのか分かってんのか。言ったはずだ。今俺に手を貸せば、お前は。うるせえ！俺は、おめえがいねえ登場会でのし上がっても意味がねえんだ。おめえがいくら言ったとこで俺との縁は切らしゃしねえ。錦、覚悟しろよ。俺は一生おめえに付きまとってやる。そこまで腹くくられたんじゃもう何も言えねえな。暴れてやろうぜ、兄弟。行くぞ。
キリュウさん、あれ、もう一人、もしかしてお兄ちゃん。お兄ちゃんって分かった。二人とも状況を説明させてくれ。少し長い話になるかな。兄が東島組にさらわれた。そんな。兄って立花？え、この子殻の一粒の持ち主だろう。その二人が兄弟ってどうなってんだ。いっぺんに聞くな。とにかく今は立花を取り戻すことだ。なんで、やっと会えると思ったのに。立花をさらったのは堂島組の渋沢の指図だ。渋沢？大阪で俺たちを襲ってきたやつだ。堂島組若頭補佐の一人。今はそいつが堂島組を動かしているってことらしい。堂島組は兄じゃなく私の居場所を探してるんですよね。すまない、俺が、あいつを守ってやれなかった。でも必ず連れ戻す。俺が、命に代えても。アジア街の顔役からだ。電話してくる。俺も行くぜ。キリュウさん。兄をお願いします。お願い、お願いだから。分かった、すぐに会わせてやる。必ずな。さんだね。陳さん、立花の居所はつかめたか。殻の一坪に隣接しているハイビルだ。七福通り沿いにあるクレッシェンドビル、そこの地下室に連れ込まれたらしい。クレッシェンドビルだな。人数は7人程度。ただクゼという男がそこにいる。知ってるね。ああ、クゼは渋沢の命令で動いているようだ。その前は阿波野についてたが、くら替えしたと見える。よほど後がないらしい。だがそういう男ほど危険だ。分かっている。立花さんを頼む、キリュウさん。じゃあ次、6本目行こうか。ああ、7本目もちまった。指先は神経が集中して痛みを与えるのに最適です。まあな。手の指と合わせて残りたったの8本。全部潰れるまでに私の口割れますか。舐めやがって。いい加減開けや。おら、牧村誠はどこだっつってんだ。
私に泣き入れてないで、ちゃんと仕事しないと。渋沢さんに怒られちゃいますよ。あなたも後がないんでしょう、久世さん。この野郎、殺しちまったら何も聞き出せねえだろうが、てめえは殴るしか能がねえのか。お、あと少しで口割りますよ、こいつは。まだわかんねえのか、拷問が通じる男じゃねえよ。いい加減他の手考えろよ。そんなもん俺ができるわけないでしょ。ああ俺はね、兄貴、人間殴んのがたまんねえから極道やってんです。な、兄貴だってそうでしょ。極道頭使えなんていつからそんなぬるくなっちまったんですか。そんなんだからなんだか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 でしょ。誰に向かって口聞いてんだ。てめえを見てて思ったな。やつを殴るためにずっと極道を張ってきたんだ。てめえみたいな三下と一緒にするな。ちょっと何する気ですか。情報を引き出す前にこいつがバカに殺されたとあっちや、この俺がいいわね。笑ってんのか。おい、何見てんだ俺。バカ野郎が。そうかい、なるようになっちまうもんだな。くぜえ。Yeah!
リュウ。立花、すまない。遅くなった。謝ることありませんよ。キリュウさん。おい、立花。よせ。妹がすぐそこまで来てるんだ。ずっと会いたかったんだろう。今連れてきてやる。西木頼む。誠をここに。わかった。もう間に合いません。立花。キリウス、ラオグエよ。なんだと。クゼが言ってました。すべての人は道島が引いています。クガザマさんを排除するためにあなたに殺し、おい、立花。なんだ、こんなことに。こんな。立花、お前の妹は必ず俺が守る。約束する。絶対に守るからな。
キリュウ。お兄ちゃん、お兄ちゃんは